始まった教養夢見のカバタナチューです。ペカレボリューション、はい、ということで、よろしくお願いします。ペカレボリューションとはどういう番組、もう一度、ペカレボリューションとはどういう番組かと申し上げますと、ゲストの方をお呼びします。ゲストの方が好きな題があります。その題で頑張って伝説級の何かを達成して楽しく頑張ろうという番組になっています。ということで、早速ゲストの方お呼びしたいと思います。ジャンバリドット TV から大先輩来てくださりました、フェロモンの化身、女戦士、この方です。女性の大先輩、どうぞご覧ください。入りにくいねえ、入りにくいよ。何て言った今。フェロモンの化身、女性の大先輩、ジャンバリドット先輩の大先輩。え、半ズボンで寒いから口回ってないよ。そうよ、女子高生スタイルでやらせていただいてますので、よろしくお願いいたします。ということで、奈良瀬静香さんです。よろしくお願いします。お願いします。本当に念願かなって、うん、私こうやって共演させていただくことが初めてなので。そうだね、会ったことはあるんだけどね。そうです、 2,3 度会ったことがあるんですけど、うん、お仕事こうやってさせていただくのは初めてなので、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ということで、この番組はどういう番組かというと、しっかりして私しっかりしてたらしっかりしてる、うん、しっかりしている。ペカレボリューション、この番組はゲストの方が好きな題、その題で頑張る番組です。好きな題、そして伝説達成したい題、何でしょうか。あ、ジャンバリドットテレビ、ちょっと待って、こっちがないです。ジャンバリドットテレビの女戦士さん、こちらです。ジャンバリドットテレビの女戦士さん、こちらです。何、女戦士、女戦士、ありがとう、女戦士。よろしくお願いします。早く撮ろう、ということで、はい、撮ります。ごめんなさい、早く撮ろう、はい、決まりました。どれがいいですか。どれでも大丈夫。じゃあカットにします、うん、どっちがいいですか、左と右、真ん中、わかりました。じゃあ私右で、ちょっと、お願いします。パワーパワーということで、筋肉マンですが、うん、でも筋肉マンで、うん、じゃあ何か達成したい伝説何かって考えた時に、うん、やっぱり出玉かなと思うんですよ。あ、確かに。となると、うん、筋肉マンも私数回しか打ったことないけど、うん、出玉感半端じゃないじゃないですか。半端じゃないね。半端じゃないですよね、うん、ということになるとやっぱり、うん、やっぱり何目指すところは、まあプラスで帰れたらいいかなと思うんだけど。謙虚な姿勢が魅力的なんだよね。でもそうじゃないの、この番組は絶対に出したいわけ。私はコンプリート目指す。コンプリートしたことあるの、番組で。ございませんございません。 あなたって初めて会うのに私の扱い方をとっても分かってる。何何何、これベテランの出せる技です。何よ、そう、分かってる、分かってる。そう、でも本当話したいこといっぱいあるんですけど、とりあえず今回は筋肉マンでコンプリートを目指す、目指そう、それで、頑張りたいと思います。はい、はい、ということで、縁も竹縄っていうのはちょっとあれですけれども、早速、タイトルコールをして終わりたいと思います、はい、実践の方へ。じゃあいきます、せーの、ペカレボリューション。じゃあ七瀬さん、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日は伝説達成、せーの、伝説って一人で一人伝説イエーイ、やっぱりもうお願いしますわ、はい、やっていこう。はい、お願いです。筋肉マンよく打つんですか。筋肉マン大好きなの。あ、そう、なんで今回選びました、私が。私なんか、マリアちゃんと結構仲良くさせていただいていて、うん、その時に、あの、七瀬さんと今回ご一緒させていただくっていう風に言ったんですけど、うん、その時に、最近しりちゃんすごい筋肉マン好きだよって言ってたんで、だからもしかしたら、私今日筋肉マンなのかなって少しだけ考えてて。え、バレてるじゃん。もうめちゃくちゃバレてるじゃん。しかも本当に筋肉マンをまだこの番組で打ったことがなくて、うんうんうん、バルブレイブとか、あの、カラクリとか、そういう機種が多いんですよね。まあ、伝説賛成といえば選ばれやすそうな機種だよね。そうそう、なんで今回筋肉マンで、うん、筋肉マンだけど筋肉好き。好きです。筋肉好き、私も筋肉好きなの。え、嘘でしょ。え、だからタナチュー筋肉好きかなと思って、筋肉見てたらちょっと出玉にもつながるかなと思って選んだっていうのもあるの。え、嬉しい。なんかていうか、それだったらなんか今日頑張ってマッスルバー行きません。え、待って、何、ちょっと待って待って、もう話したいことがいっぱいあるんだけど。嬉しい、それ。え、ちょっと何、私すごい行きたくて。あなた何よ。私はただのオカマですよ。いや、マジでね、はい、違うのよ。あの、それこそね、あの、筋肉好きだから私がね、はいはい、
ね、マニアとマッスルバーに行こうっていう話をしてるのよ。え、その二人で？え、そう、すごく豪華なお客様。それで、まあ、今いろいろ探してるんだけど、はいはい、でこの前ちょっともうこのお店にしようっていう目処がついたのね。あ、マッスルバーの目処が？そう、目処がついたのよ、で、タナチュー誘わないって話になって、え、嬉しい、誘われたいんですけど。で今度タナチューとそのこの収録があるから、その時にじゃあタナチューに聞いとくわって言っといたの。あ、マッスルバーに行くかどうかってこと？そう。え、絶対に行きたいです。え、一緒に行かない？え、行きます。3人で。え、でもなんてあなたなんかそんなに私に対してなんかすごく好意的に思ってくださってるのが嬉しい。私みたいにギャーギャー騒いでるおかもワンちゃん嫌いそうじゃないですか。うん、私騒いでる人好きだよ。嬉しい。うるさい人が好き。え、ありえない、あなた遠回しうるさいって言われてると思うんですよ。本当にうるさくてしつこい人好きだよ、結構。あなたさ、なんかやめてくれない？こういう風に仕事をさせていただいたことはないのに。でもやっぱり七瀬さんって、私今日ちょっとだけしかまだお話ししてないけど、あなたってやっぱり等身大なところがいいですね。何等身大、そんな壮大なさ存在にするのやめてくれない？しかもなんか私がなんかこんなことを言える立場でもなんでもないんだけど、ただのまあ一ファンとして視聴者側の立場として言わせていただくと、七瀬さんぐらいの人だったら私の中で結構崇高なイメージあるんですよ。高嶺の花みたいな。嘘でしょ。ちょっとだけあるんですね、うん、ちょっとだけなんだ。おい、ちょっとだ、ほら、ちょっとだけあるから、うん、なんだけど、うん、そういう人ってちょっとなんかあれお高く止まってるような印象が私あったんですよ、うんうん、七瀬さんって、うんうん、だけどすごくそのままなんか全然無理してないっていうか、うんうん、あとなんか言葉が変なんですけど、うんうん、そういう印象があってすごく好印象、すごくいい、いいあなたっていいあなたって、あなたいい、え、今評価ちょっといい感じ、すごくいいですよ、悪くない、これ玉出してくれれば何も問題ないです。本当に玉マジ大事だからね。お、待って、これ私正規これ言った、合ってる合ってるよ、待って言ってない私、電線ぐらいです今、ほんとでぐらいだね。え、ちょっと待って、今更いいですか、うん、何言うの忘れてた。乗ります、乗りません、結構皆さん乗っている。あ、じゃあ乗る、一緒の機種だしね、助け合いが一番いいんじゃない。なんかあなたっていいですねやっぱり。何よ、なんかすごい等身大って感じ。また出た等身大の静か、やだ。やなんだけどそんなの。キャッチフレーズ、等身大の静か。え、おめでとう、ナイス、嬉しい。とりあえず当たりました、乗ろうか、じゃあ乗ります、 OK、うん、です。これで AT ですよね、とりあえず、はい、AT です、はい、ありがとうございます。何パワーでいったの？141万パワーです。じゃあ弱い弱い、141万パワーって言わないと。やっぱり先輩ですね、ごめんなさい、私やり直します。弱い、141万パワーパワーパワーの方、いいね、いいね、数字の方ではなくて、ごめんなさい、うん、パワーね、あ、すいません、単位の方で、はい、何がうるさいなと思ってるよみんな。え、でも今日立ち上がり一番いい、めちゃくちゃいいよ、早い。さ、絶対に見てる方思ってると思う、早く打てって。でも一個だけ言いたいんですよ、うん、私この番組めちゃくちゃ強いんで。あ、本当に？めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強いですよね、強いですよね、な、あ、ね、ね、とりあえず誰が選べるか、先輩帽子がすごい大事ということ、はい。お、悪魔超人を血祭りにあげてやる。ちょっと違うから、もしかしたらシナリオちょっといいかもしれない。何そのメモ帳。え、なになに、筋肉マンメモ。ちょっと待って、え、真面目。え、そうですね、基本的に1戦目がスプリングマン以外だったら上のシナリオかもというふうに情報を得ています。まあまあまあ、そうね、 OK、 とりあえず行こう。はい、タイトル、タイトル、白か、ここで誰出てくるかだよね。はい、あー、スプリングマンか、スプリングマンね、 OK です。とりあえず、うん、はい、これで頑張ります。頑張って。私は少し知っている。いや、こういうところで朝一ちょっとなんかおぼろげな状態で得た当たりってすごい大事ですよね。大事だよ、こういうところでうかうかしてたらマジでいられるのよ。筋肉は本当1回の当たりがとてつもなく大切だからね。確かに、やっぱり筋肉バスターです、あなたは、うん、筋肉バスターなんで。もうバトル何も引いてない、何も引いてないです。いや、これちょっと厳しいのかな。正義だから緑だからスイカですね。スイカを引いてください、もしくは強チェリー強チャンス目。はい、わかりました。ここでもうスイカを引くことだけに全集中。わかりました、スイカ畑のこと思い出します。そうして OK です。ターン、ターン、はい、終わりました。はい、はい、次に目だ、次をテカレボリューション。思った通りの人でよかった、七瀬さんが。本当に、うん、あんまり深く何も考えてないよ私。え、そうなんですか、うん、なんかちょっとそう思ってました。
バカにしてる？してません、してません。してない。してるはずないじゃないですか。あ、いい意味でってこと？え、でもなんか本当に本当10分とか5分ぐらいしかいい感じ。喋ってないけど、もっと喋ってるけど、あなたもしかしたら生意気申し上げますけれど、私あなたとちょっと合うかも。え、本当に？はい、ちょっと気が合いそう。今のところ？今のところ。今のところの感じね。そう。あと勝手なイメージっていいですか、本当に勝手なイメージ、あのそんなやつぎ早に人のことを生半可にすぐ信用しなそうっていうところも私に合っているこんなこと言って、まあ、私のイメージですよ。わかるよ。でも一定の距離感で人間とは付き合っていきたいなとは思っている。わかるわかる、すごいわかる。全人類とは。そうなのよ、うん、私もそういう印象がすごくあって、うん、ただ人との縁っていうものは大切にしていきたい。え、私もそう。そう、やっぱりご縁があっての今じゃないですか。いや、そうよ、本当に。ナナシャさんって今このジャーマルドット TV 含めて活動をいろいろなさってたと思うんですけど、以前から、うん、結局こうやってなんかメディアに、うん、赤が待って赤だったらね、これね、ちょっとうるさい。ね、これ揃ったら直撃のチャンスもあるから、ちゃんと狙ってみて。狙えたらね。赤だから。え、めっちゃ赤じゃん。待ってめっちゃ赤だよ、燃え上がってるよ。下段？え？何が？え、普通真ん中に止まるのよ。これはもしかして？え？嘘でしょ？待って、これでブイーって出てきたら直撃。擬音でわからない。いきます。ウィー！あー、なんだ。100かよ。なんだ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 よ。すごいよ、すごい。100はすごいの。すごいことですよ。うん、当たってる可能性あるからね、ここで。じゃあ120ゲーム以内だから。あなたってさ、やるよ、ある。盛り上げるのがとっても本当にあるよ。一撃じゃない、最後まで。あの、待って待って、早く早く、いける、いける、いける。ねえ、いつだろう。ねえ、無理じゃない、早くして。もう、あー、ダメか。もう惜しいね。うまいよ、でもうまい、すんごいうまい。90ゲーム以内にあと700ポイントゲットして OK です。じゃあ絶対当たるから。確かに当たるから。あと本当 T ポイントマジで超集めてて、T ポイント3万5000ポイントあるんです。え、すごい、すごくないマジ。なんで集めてるの？え、なんかあのヤフーショッピングで、あの今度つく日にあのいつもやって、あ、ごめんなさい、それはあのペイペイポイントだった、ごめんなさい。なんでもいいやもんでも伝説ってさ、難しいよね。達成できないから伝説なんでしょうね。いや、そういうことは。そう簡単に何回も何回もね、達成してたらそれは伝説とは言わないかもしれない。え、七瀬さんはコンプリートなさったことあるんですか？ないの。あ、そうなんだ。2024年の目標に掲げた、一応。今までだったらやっぱ万枚っていうのがなんか夢の万枚って言われるぐらいだからさ、はいはいはい、一種の目標だったけど、やっぱその先が今あるじゃん。はいはいはい、やってみたいよね。タナチューもないでしょ？ないです。私は一番最高で8500。あ、へえ。パチンコもない。パチンコだと最高が5万発ぐらい。あ、でもすごいね。2枚目です。はい、おっと。え、ほんと揃うね。よくやりますね。今私500万パワーです。はい、ありがとうございます。私今600に届くか届かないかの瀬戸際の状態です。606。1回当たってんのにもう私超えてるもんね。早い。はい、正義の名元に全長ステージ。これテリーマン以上は上げたいね。了解です。テリーマン誰か知ってる？知っています。どの方ですか？あるある赤カットインはありますね。スロットなんかめっちゃ熱いですもんね。うん。あ、すごい帽子なんて無慈悲な復活は。ああ、すごい。あ、よかった。でも惜しかったね。めちゃくちゃ頑張ってポイント貯めたのに。確かに早い早い。2度目のチャンス。もう、はい、2度目のチャンスです。あ、セリフセリフ OK です。あ、これは正義超人の力だ。これデフォですよね。デフォルトですね。この後が続いてくれたらね、チャンスなんですけど。ナイス、2回目。嬉しい、ありがとうございます。本当に1戦目で勝利期待とか薄くてもとりあえず対応薬引けばありますもんね。そう。白、あれ、スプリングマンじゃない、ミスターカーメン。ここでね、やっぱり霊薬を引くっていうのが大切になりますね。はい、いい返事。嬉しい。いや、何も引いてないのか。こっからこっから緑か、うん、筋肉マンはこっからですよ。はい、これが噛み合った時めちゃくちゃ気持ちいいですよね。そうなのよ。何も引いてないもんな。
あ、でもモンゴルマンが出てきたんで一旦は、はい、いい傾向、いい傾向、了解です。どこの筋肉が一番好きですか？どこだろう。でも私は結構上半身型、僧帽筋とか好きかもしれない。あ、ここ肩の上の、うん、そう。でも上言ったらさ、上と中と下があるわけじゃん。私中ぐらいが好き。え、上と中と下って何ですか？上はフロットみたいな言い方する。ここじゃん、上、上と、ま、ここでしょ、中、うん、で下がここじゃん。あ、マジで本当に僧帽筋のこと、あ、上が好きってこと、うん、中、上、上部。私は胸筋なんですよね。あー、胸筋か。え、だって私、うん、あの、なんでインスタで、うん、マッチョばっかり調べてて、うん、で私1000人2000人くらいのフォロワーの方を狙って、その人にあのアクションを起こしてワンチャンなんか関わりを持てないかという行動をいつも起こしてるんですよ。あー、でも分かる、私もやるもん。さ、なんでなんかそういうこと言っていいの？なんでダメ？やる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 。もしかしたらっていうさ、でもアクション起こさないと何も始まらないわけじゃん。ほら、ほら、え、あー、いいね。なんかああ、素敵ね。え、フォローしとこう。やめてよ、私のいいねなんだから今の。私のいいねないよ、別にあなたのフォローじゃないじゃないの。私のいいねの人よ、それ。フォローしないでよ、勝手に。3枚目。過去、この番組で最高のマイナスってどれぐらいなの？どれぐらいだろう、誰なんだろうっていうか、多分みのりんです。みのりん、川原みのりさんが全然役に立たなくて、うん、役に立たずだったの。お仕事ができなくて。そう、何言ったの？刑事のパチンコ。あー、スマパチ。そうです、そうです。収録終わって考えてみたら、うん、あれ、ミノリン玉出して泣くねみたいな。そっか、スマパチも結構やられるってなると負けてるはずだもんね。そうそうそう。あ、緑に一気にテリーマンまで上がりましたよ。これはもろたですね。おい、あー、よかった。955万パワー、素晴らしかった。言ってる場合じゃないの、私。え、あ、大丈夫、いらなかった、ありがとう。デフォだったわ、知ってた、知ってた。これ私もその時は覚えていた、うん、これは知ってる。 その後に続けばいいんですけどね。そうだね、それだけ知っている、あと知らない。白、誰だ誰だ誰だ。あー、なるほど、ミスターカーメン。でもいいんですよ、別に対戦相手なんて誰だって。ここでレアエクサー引ければこっちのものなんで。そう、そのためにあなたが呼ばれてます、今日は。そういうことでしょ。そうです。でも結構青のゼリフ出てるから、もしかしたら継続してる可能性もなきにしもあらず。ボタンは震えない。結構まずいですね、これ。結構まずそうな印象、はい。あー、ちょっとレアエクサー、はい、来ましたよ。これがずるっとずるっと滑ってくれたらこっちのもの。そう、ずる向け、頼む。ずる、チャンスベル。油断するな。最後に、おお、継続した。よかった。さすがですよ。青セリフ結構じゃあもともと継続してたんでしょうね。さあ、2戦目、この次が大切。だーれーだ。あー、よくない。ミスターカーメンの後のスプリングマンは良くないはずだよ。ギリギリ耐えてほしい。ギリギリを耐える、うん、ギリギリを耐えてほしい。努力、チェリー引けばこっちのもの。そう、努力、未来、ビューティフルスターです。頼むお願いします。カメラマンさんとかがチェリーボーイだったらよりいいのに。なんか分かんない、気持ち的に。分かります？はい。あ、2連368枚。難しいね。まあこっからですよ。そうだね、私謎に超ポジティブなんで。あー、ペカレボリューション。例えばさ、 MC とか任されてたりとかしたら、私マジでもう1週間前ぐらいからある程度の台本頭で作ってからじゃないと挑めなかったりするの。あ、待って、カメラをずらしちゃった、はい、興奮して。なんとなくこういうシナリオでやってとか、例えば打つ消しとかももうやっぱ頭にある程度叩き込んどかないととか、でないと不安になっちゃうの。え、あなたってさ、一緒？私じゃない。一緒だよ。それね、だからマジ一緒だと思ったのよ。本当一緒だよね。多分同じからって、なんか私もすごい言われるの、真面目だねって。
って心配そうだねってすごい言われるの。共演させていただくとき、ちょっとくしぶしで思ったけど、うん、あんまりなんかそこをたくさん言うのはどうなのかなと思ってあんまり言わなかったんですけど、うん、まずこの番組を見てから来ているということ、あ、そして私七瀬さんと今回一緒にさせていただくから、うん、楽しく私もまず第一にやりたいし、うんうん、っていうのもあって私七瀬さんの情報を共演者さんも調べていきたいし、うん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 、何を話すかとかも決めていきたいし、うんうんうん、私あの LINE に私自身っていう一人の LINE グループを作って何を話すかっていうことをまとめてる。今いくら使ってるの？2万2000円です。まだ大丈夫大丈夫ではないんだよ。大丈夫とかいう概念はないの。勝ちたいもん。マジ勝ちたいですよ、ね、本当に勝ちたいもん。さあ今これ2023年12月じゃん、はい、これから本当にお金がいる時期なの。だってあなたさ、あの親戚とかさ、甥っ子が たくさんいるからさ、そうそうそう、10枚ぐらいは飛ぶって言ってましたもんね。そうなのよ。お年玉とかで例えば年末だったりなんかね、そうなの、いろいろ買うものもあったり、セールがあったり、おせちがあったり、これから入りようが。でもなんかたまに会ういとことかが急にかっこよくなったらめっちゃ興奮しません？急になんかいとこだけど、絶対ないんだけど、トイレで鉢合わせした時にいきなりなんかキスされたらどうしようとか思いません？禁断の。あ、待って、肉ついてる。一発告知か。当たり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 。待って、うわ絶対無理だ。うわでかい、すんごいところで告知来たね。嬉しい、すごい会話のところで来たね。いとこでキスされたらどうしよう、どうしよう、発達さんだ。キキキキキ、ありがとう、いとこいとこじゃない、いとこかっこかり。3回目これ絶対やろう。本当にやります、やります。行こう、行きます、行くしかない。うわ、ミスター仮面か。さっき私横目で見ました。とりあえず頑張る。お、いいじゃない、待って、いいじゃない、今日チリだったらとりあえずストック。うわジャックか。いいのよいいのよ、はい、次で努力がつけばもう継続ですから。あ、これ努力ついた場合、ジャックでも今日でもとりあえずチェリーだったら OK なんですね。うん、今日だったらもう絶対確定だから。はい、これ子役ってどれぐらいの確率引けるもんなんですか？めっちゃ大変。ジャックは3。あ、それはもう継続です。赤はあっち。嬉しい私こういう、うめぇ、待って、これでチェリーがつくってなったら、継続プラスその次も継続。無理、どうしよう。でも大チャンス、努力がつくことを願うのみ。努力努力努力、絶対努力、未来ビューティフルさ、絶対にお願いしますそうそうだ、We are live お願いします。待って待って、頼む頼む頼む。ああまだだった、押さなきゃ始まらないんだった、すいませんすいません。待って待って、これが絶対努力、絶対努力。なんで制限いらないって、今正義かざさないでよ。まさよし誰、まさよし読み方よ。まさよしさん、山崎さん。あー、じゃあもう普通に継続だったってことだ。なるほど、ね、ここは。うわ惜しい。ってことはここでチェリーがついてたら、でまたつもう、うわちょっとほん、今日チェリー引っ越されならもう私になんか寄ってきてるチェリーボーイたちが無理。今日チェ、全部ジャック。もったいないね。確かにチェリーついてたら3個プラスここの継続で4つ継続だったんだよ。ありえない、ありえないね。でもすごく楽しみ方が分かった。分かった、すごく分かりました、ね、すごく面白い。待って、大丈夫ですよね。大丈夫大丈夫。ああ一生懸命押そうと思ったのに触れてしまったんですが、無理、間違い、大間違い。よかった、もう動きが無理楽しすぎて動きが無理なんだけど手が褒めてるのよ楽しいね、嬉しい、私も楽しい。ずっと動いてなかった手がね、やっと動き始めたからね、嬉しいよね。喋って手動かして映像を見ても忙しい、パニック。いいよいいよいいよ、この調子。私はしている。真ん中にスプリングマンいらないよ。スプリングマン本当にいらない。真ん中にプリプリマンがいたら継続としている。スプリングマンだ、これ絶対引きます、とりあえず。私よくわかんないけど、吸い方なら引ける気がする。吸い方ならチェリー、またチェリー、ここ絶対やりたい、絶対超えたい。そう、波いらない。もう正義、山崎セロリだよ、これ難しい。スイカ、じゃあもうスイカを引くしかないということですか。そういうことになります、おそらく。はぁ、223枚。本当にさ、あれがチェリーだったらもう変わってたもんね。本当にちょっと噛み合わ
えなかっただけ。これが噛み合った瞬間でもうドッカンドッカンドッカンよ。大丈夫。だいたいドッカンドッカンなのに1個多かった。テカレボリューション。タラチって何歳だっけ？私20、今年6です。26？ はい。わっきゃ。そうなんですよ。若いね。次世代エースじゃん、もうこの業界の。もうさ、私の年齢ぐらい、みのりんも同い年だし、ヤマンとかも同い年なのよ。あ、そう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 。なんかやっぱ30半ばぐらいから、まあ、40ぐらいまでの方が結構今多いと思うのね。あ、なるほどね。そうなると私でも本当の毎日カルビ食べても全然胃もたれしないです。うわー、もうカルビとか本当に1枚でうってなるね。私ごめんなさい、もう自分が自分で許せない。26ではないです。え、26じゃないの？え、あなた逆にそれ信じるってすごく純粋無垢すぎません？え、本当に100人に26って言ったらお前絶対嘘なの、40過ぎてるだろうって私なんかめっちゃ。え、全然見えるよ26って言われて。嬉しい。あなたさ、肌のツヤとかもすごいいいさ。あなたさ、何、あの今後も出ていただけない？申し訳ないんだけど。え、いい、頼める？本当に、セットでなんかもう3回セットみたいな。セット売りみたいな嫌なんだけど。え、そんな感じ？もうそれぐらい嬉しい。嘘なの？私言ってないんですね。あれ、あ、公表してないの？そう、ゆうちゃろさんにも言ってない。あ、そうなんだ、ごめんね、なんかたやすく聞いて。あ、たやすい。そうなんだ。そう、年齢とかやっぱりさ、なんか結構ここの業界の人ってさ、あんま隠したりしない人が多いからさ。あ、そうなんだ。みんななんか普通になんて言ってるから、なんか私大概ごまかしてんだと思ってたんですよ。みんな普通に言ってるからそうかなと思ったけど、あ、そうなんだ。そうなんですよ。みんな言ってんだ、あれたち絶対嘘だと思うんですけど。え、みんなガチだよ。え、でもあなたの人を信用しすぎですよ。え、嘘、絶対嘘ですもん、みんな。そんなわけないもん。そんな疑う？大概年いってるわよ。嘘、みんなでもさ、綺麗じゃん。おー、一等決着、また深いところではありますが、はい、941万パワーお願いします。ゲーム数で512ゲームですね。はい、おめでとうございます。その時32本です。そろそろよ、もうもう単発やらなんやらもういいよね、お腹いっぱい。はい、お腹いっぱい。どうでしょうか、セリフ。燃えてきたは2、シナリオ2以上とかだったかな。おっしゃる通り合ってます。燃えてきたは2以上です。2以上、はい。ここで赤とか出てこないですか。さあ何色、白。対戦相手は、あ、でもこの人だよ。誰でした？アトランティス。アトランティス6、7、8、9、10のどれかです。あ、赤赤赤、これ継続。よしよし。あとはちょっとレ、もうこの継続の間にストックをしていくっていう。あー、で、おー、めちゃくちゃ気持ちいい。最強。え、マジで嬉しい。え、今のタイミングやばいですね。え、超気持ちいい。やばい。ただここでやった、継続だじゃないんですよ、さらに速攻する。さすが性の超人。性の超人。なんか違うことは勝ち合ってる。ごめんなさい、勝ち合ってる。正しいの方だよね。そうです、そうです。もちろん、もちろん、はい、立身弁の方じゃないです。すみません。そうだよね。待って、6以上だったら2戦目突破したら全部 85% 以上継続です。次の対戦相手が誰かだよね。によります、はい。さあ継続しまして、スプリングバーン。ここはでももともと継続してるプラス追加で継続させたから、はい、継続するんじゃないかな。ありがとうございます。熱いカードよ。もし次に正義がつけば1個ストック。さすが御年35歳。ちょ待って、ここ本当に正義を。頑張ります。ああ、もうもう努力。 OK、 チェリー引こう。チェリーが引けない。そうだよね、そうストックがあったからまずここ行って、この後がミスターカーメン。ここを頑張り抜いたら未来は明るい。エロい。そう、頑張り抜くの。オッケー、いけます。やっぱりここぞというところで決めてくれるって本当にすごい。いや待って、ここよ、ここがいければいける気がするよね。あなたならいけます。あなたがいけなくて誰がいけるの。行ったりましょう。行ってください。お見せしましょう。震えないプッシュ。うわー、友情。
ここで友情まずいな。チャンスアップが全然ない。せめてミスターカーメン、非常に良くない、非常に良くない、まずい。ちっちゃいプッシュ、マジ本当、あなた転生転生転生、待って、本当あなたある、マジある、あと4人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 。いやー、まあ運転、あと4本切りすればはい、一生懸命はい、一生懸命やらせていただこうとは思っております。自信あるの無理なんですけどでもあなたはあんま性欲ないんですよね。ないないない、ね、なんか私他番組で見ました。私と大違いです本当。興味ない、え、ある、私結構あります、波があるけど、あ、今の時期は時期、うん、なんか、え、波があるってことはさ、時期があるんじゃないの。あ、でも今結構あります。あ、そうなんだ。いろんなとこ行くとやっぱりそのなご当地グルメ食べたいみたいな感覚と一緒で、移動が多いとちょっとそういう気分になる。なるほどね。私はもうほんと1年中1回もそういう気分になることがないから。あ、そうなんだ、うん、やっぱそう体質とかあれなんですかね。スイカだよ、スイカであって、スイカで滑るんだ、滑るんだ、滑ってくる、信じている。あー、もう噛み合わない、友情、友情じゃないんだよ。あ、でも勝てる、あららら、ら、待って、もうなんでスイカじゃなくてチェリーとチャンスベル。いや、まだまだ、そうそうそう、いや、いや、終わった、このチャンス。うわ、悔しい、そこ伸ばせば。うわ、いや、もうしょうがない、しょうがないです。ごめんね、ほんとごめん、これはほんと最悪ですよ。じゃあ、こら、テカレボリューション、65を残してやれる、もうこれでもやるの、やるしかないんだから。なんで無理無理、発言できない、ストップ、待って、ありえない、いや、いや、くまい、痛い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 、もう痛いよ、もう諦めたい。え心の声が少し出た、なんでもないです。諦めたい、諦めさせないよ、残念だけど。すごい強気だって、なんか自信ないんですもん。なんで、なんかやれるのとか思っちゃう。この業界で雲の上の人だって思う人って誰なの？手の届かない存在的な？難しい。この業界でだよ。メーカーの社長？なんで？あ、そっち？メーカーの社長って手が届かないですよ、まあ、手は届かないね、確かに。